神奈川県立大磯高等学校は、神奈川県中郡大磯町に所在する公立の高等学校。略称、磯高。校舎の南には大磯の海、北には高麗山などの山があり、季節や天候により、景色が鮮やかに変化する環境下にある。国道134号を挟んで、すぐ海岸という場所に立地しているため運動部の、 練習が砂浜で行われることがある。南側校舎にある図書館からは海が見える。様々な行事が存在するが代表的なものは海なり祭りである。海なり祭りとは体育祭と文化祭の総称であり、以前は6月に両方行われていた。しかし近年は授業時間確保の影響もあり、6月に体育祭、9月文化祭と分けて行われている。 主な行事予定は以下の通りである。また同校は海の近くに位置するため、毎年7月に海岸清掃を実施している。この清掃には大勢の生徒や教職員、保護者が参加しており、同校前の北浜海岸の環境維持に貢献している。近年は6月に行われる。体育祭では学年縦割りの7つのブロックに分かれて競う。毎年体育祭前には、 ブロックの色決めが行われる。ブロック色は赤、青、黄、ピンク、紫、緑、オレンジの7色である。体育祭では、騎馬戦や近年はダンスが行われている。文化祭は9月に実施される。食品販売やダンス、展示などが行われる。大磯町立大磯実家高等女学校時代の昭和5年に制定された。 学問を象徴する5本のペンで、大いその、台をかたどり、相模の海を象徴する、波を間に排し、知性を磨き、広い、豊かな心を育む姿を表している。授業時間は50分である。全員受験の全国模試や、スタディスサポートを利用してのきめ細かい進路指導。大学模擬講座、大学訪問、研究学術機関訪問あり。朝学習。 土曜講習、夏季講習あり、数学においては課題の量が多いため、日々の学習が求められる。同校は朝学習や課題などを通して学習する、機会を十分に与えている。したがって、学生本人がその機会を十分に利用する、ことによって目標深度に近づくことができる。授業スピードはあまり速いわけではないため、難関大学を志望する学生は自ら、 先取り学習などを行っている。近辺に海があり、のんびりとしてしまう学生が多い。しかし、自ら意志を持って一年次から日々学習を継続して、行っている学生は希望する進路を実現していることが多い。2016年度の大学合格者数は、早稲田大学2名、上智大学1名、横浜国立大学1名、東京農工大学1名。 明治大学15名、立教大学10名、中央大学11名、青山学院大学16名などである。同校は文部領土を掲げ、文化、運動ともに部活動が非常に盛んである。特に文化部では SF 研究部の活躍が目覚ましく、映画甲子園で最優秀客本賞を受賞した。また、運動部ではバドミントン部が男女ともに、 県大会に出場し、活躍している。また、同好会の数が多いのも特徴の一つである。2016年には無線同好会が新設された。ありがとうございます。